どうも、不動大和です。今日はですね、お兄ちゃんの女装して TikTok を撮ろうっていうやつをやってるので、これ二人で、ごめんなさい。これ見ていきたいと思います、どんな感じになるんでしょうか。じゃあみんな一緒に見ましょう。よろしくお願いします。はい、どうも。どうも、喜び座です。はい、喜び座です。コトラです。ケタです。ケタです。桜子でーす。さあ本日の企画は、今日はね、前回は大和さんを女装にしたんですけども、うん、はい、今日はコトラさんを女装にしたいと思います。ちゃちゃ、あのね、ジャンルも考えてきてるんですよ。言ってた、言ってた。それでちゃんと女に見える？じゃあ頑張ってみます。ほんま？じゃあもし、ちょっとあの館内歩いたり表歩いたり、いや、いけるマジで、それできる、恥ずかしくない？そこまで行けたらな。あ、まあ、まあ、でもね、変われたら。変われたら、うん。よっしゃ、じゃあ行ってみよう！やってみよう！おかまさんみたいな。じゃあ、じっとします。クマを、ちょっと。え、クマある？でもさ、これ、大変なんちゃう？ヒゲやろ？ヒゲと、小じわ。確かに。濃いめじゃないと多分無理だよ、これ。飛ぶ厚塗りせな無理なんちゃう、これ。おー。シェーディングなんちゃうね、ほんまはこう。俺もやった、俺もやった。顔細くする。そうそうそう。あー、影になるやつ？これでも俺、あれ、ええような影になるやつ。え、そうなの？赤いメイクでも使えそうだけど。お前には結構上がってるで。あ、いいね。こそ、今回のメイクは。そうやね。今回のメイク上がってる方がありがたい。宇宙人？違うよ。違うって。さあ、どうなるんやろうな。リミちゃんはこの間にちょっと鼻のこういう段階やっぱりみんなシザーハンズなんだよな。笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。なんもないなんもないなんもない。こんな感じ。今回 TikTok 撮らなあかんからな。俺ほんまマスケないわ。どこ行ったの？抜いてんねん。え？ちょっと待って、自分で？嘘やろ？かゆくなるね、アイライン。まつげ抜いたらあかんやん。え、抜くん？痛ない？アイラインとる瞬プチ。こういうこと、まつげ抜くって。うわ、気持ち悪っ。何何？気持ち悪っ。あかんやろ。半魚道みたいな顔してるやん。いや、追い込んでいい感じ。一回、鼻息出たって。なんで二人で鼻息出るの？大丈夫、一回いい感じ。よし、これ、着替えます。メイク完成でーす。じゃーん、完成でーす。ね、テーマは、中島美嘉さんの7の映画。うん、あの本にもある。そうそうそう、をイメージしました。ちゃちゃ大好きやから。これが7か。歌とかないよな。歌あれ歌うしたやん。ロックバンドって。そうね。そう、ちょっとな、マジで近くで見てほしいねんけど。ほんまにやばい。ほんまにな、似てるから。ほら。でも、半魚丼や。七。産ませてよ。ほら、めっちゃ似てる。TikTok を撮りたいと思います。はい、さあ、難関。ここがもう分からへんで。あ、これ俺も TikTok で載せてるから。これこっち向いてあんの？そう、スタンプつけよう、なんか。顔見て笑ってもらう。はい、おっと、ちょっと待ってる時の顔がかなりひげ浮いてるけどな。ダメダメ。ダメだよ。何だこれ。 3,2,1,GO。 普通にダメ、セクシーにダメ、キモ、機械みたいにダメ、可愛くダメ、ショタボでダメだよ、イケボでダメ、絶対あんたとかロリボも行こうダメだよ。じゃあ、あの座長もやったマイクテストしようか。あなたは何ですか？マイクテスト。ああ、うん、ちょ、7はブラックコーヒーでいいの？ニューハーフの方ですか？なんでブラックコーヒー？これ顔ムカつく。あ、あ、
マイクテスト。ハナトゥーセンね。ちょっと変わるんだよね。普通がちょっと上がるよ、ね。女性も。実物どうなってるの？チーを取って盛るっていう。あ、ハナ風にかっこいい感じで。もうちょっとこう姿勢よくして女の子か。おっぱいないから。そう。何なんすんか。え、でも座長より漏れるかもしらん。ちょっとこういう感じでやってみて。ここ小顔ポーズ的な。こっち見て。角度やな、角度。角度はあるかも。確かに。やろこれ。苦戦してるやん。何？あ、うさぎ。見て。じゃあちょっと漏れたのでこれをちょっと、はい、ドドンって多分きっと乗ってますのでね。はい。ということででして。これは表で歩ける？歩けるのかな？それは自分次第。今度あの格好で。ということで、はい、7でした。7でした。何が7でした？やばい。またねー。またねー。どういうことこれ？どういう動画やったんこれ？いや、見せてもらいましたけど、これはどうかな？まあ、どっちが女っぽかったか、TikTok、また上げときますんで、判定してほしいと思います。また、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、また、Twitter、Instagram、Facebook、ブログ、TikTok、様々なものに手を出してますんで、よかったら、また、フォロワーなり、ファンなりになっていただければ嬉しいと思います。最後はですね、お兄ちゃんの、おまけを、見ていただきますんで、それでお別れしたいと思います。それでは皆さん、またよろしくお願いします。よし。もう、困る。いる。ここスローでちょっと色入れてもらう。あ、どうぞ。